筒井町出来町天皇祭は、愛知県名古屋市東区で、毎年6月第1土曜日、日曜日の例祭日に行われる天皇祭りである。東区内筒井町地区で行われる天皇祭と出来町地区で行われる天皇祭りがあり、両者はそれぞれ独立した祭りではあるが、日曜日午前に、徳川園において、両地区の計5両の出汁が引き揃えられる。 徳川縁なし揃えもあるなど、接点もある。以下、本校の記述にあたっては、名古屋市公式サイト内、伝統と歴史のある、東区の脱下を参照した。両天皇祭を合わせた表記及び、記述順についても名古屋市公式サイトにおける、表記、記述順による。天皇祭は、後頭天皇を祀ることにより、薬病の流行や、 農作物の被害を払いのけることを祈願するものであり、これらの害が生じやすい初夏の時期に行われることが一般的である。津津井町天皇祭、出来町天皇祭とも、名古屋地区梅雨入り前の毎年6月第1土曜日、日曜日の例祭日に行われ、名古屋地区の夏祭りの先陣を切る形となっている。 両天皇祭の見物は町内を引き回される出汁であり、筒井町天皇祭では、神皇社、ゆとり社の二両が、出来町天皇祭では、かのこ神み社、かす社、王義士社の三両が、それぞれの町内を栄光される。また2005年11月の徳川縁祭開演を受け、翌く2006年から、徳川美術建前広場で行われている、徳川縁出し揃えでは、両地区の五両の出汁が、 一堂に会する。両地区の五両の出汁は、二層式でからくりを備えており、外輪式の車輪が和掛けに覆われるなど、いずれも、名古屋型の出汁の特徴をよく備えているものである。江戸時代に作られた人能車、ゆとり車、かのこかみ車、水す車の四両の出汁は、名古屋市の有形民族文化財に、太平洋戦争の戦災から、戦後再建された、 王義師社はその人形林が、名古屋市の無形民族文化財に指定されている。筒井町天皇祭建中寺三門前、筒井町の須佐能王の神社の祭礼である。建中寺門前と、城明寺前をそれぞれ本陣とする二台の出師が、神珠のご町内を、無病息災、家内安全を祈り放映する。二両の出師が、それぞれのからくりの舞を披露する、出会いもある。 酔いの放映では脱しに、日下げ明かりが灯されるほか、ゆとり者は、水引き幕を、酔いのものに変える。また、神能者の本陣が置かれる、県中寺公園一帯には、縁日の屋台が立ちにぎわいを見せる。筒井町天皇祭りを行う地域は、ほぼ、名古屋市立筒井小学校の学区と見ることができる。筒井学区は2010年国勢調査によると、 学区の面積は0.742平方キロメートル。世帯数は3956世帯。人口は7837人である。江戸時代終わり藩の頃から、主に下級武士が居住していた地域であり、太平洋戦争時の空襲の被害をあまり受けなかった。ため逆に、下級武士の屋敷町時代からの細い道幅の道路が、戦後かなり経過した時期まで残っていた。 伊勢門水、名古屋祭によると、江戸時代店舗起にゆとり車を常明寺前が買い入れた際に、隣の筒井町でも他の出しを購入しようとする動きがあったが反対に相果たせなかったため、常明寺前のゆとり車も引かせないようお上に働きかけたためしばらく、ゆとり車は祭りで引くことを止められたというエピソードが紹介されている。津井学区の記述にあたっては、名古屋の町、 町名別人口行政区別統計表を参照した。西の説、中の説、東の説の三須佐能の神社の祭礼である。各神社での神事を行った後、それぞれの町内所有の出しが、無病息災や、家内安全を祈り町内を放映する。出しは、それぞれの町内を回るほか、出会い、当礼など、複数の出しで、それぞれのからくりの舞を披露する。 また三両連合しての法営もある。宵の法営では、角田市に、日下げ明かりがと申される。出来町天皇祭を行う地域は、ほぼ、名古屋市立明林小学校の学区と見ることができる。明林学区は2010年国勢調査によると、学区の面積は0.472平方キロメートル、世帯数は2602世帯、人口は5490人である。 明林小学校の校舎西側壁面には、かつては出来町の脱資産料が描かれていた。伊勢門水、名古屋祭によると、出来町祭りは、創立は1560年も前のこととされており、名古屋祭が記されたのが1910年であることから、江戸時代の肝炎、法歴年間頃にその始まりを有するということになる。明林学区の記述にあたっては、名古屋の町、 町目別人口行政区別統計表を参照した。2005年11月に徳川園の整備が完了し再開園したことにより、翌2006年の天皇祭から開催されている。筒井町、出来町の出汁合両が徳川園内広場に揃い、それぞれのからくりの舞などを披露する。五両の出汁は一両ずつ徳川美術館、正面入り口前に進んで披露を行う形をとる。 ため、披露が終了した出汁は次の出汁に、その位置を譲ることから、出汁を操る主役のか方の腕の見せどころともなる。か方が、出汁の前輪を浮かせて、方向を180度回転させる、どんでんなどが決まると、見物の観客からからくり披露の際にも勝る、拍手歓声が上がる。当日の天候などの理由により5台べてが、揃わなかった年もあった。 AB、名古屋祭、P116 に、神宮皇后社として記述がある。名古屋祭、P57 に記述されているゆとりみこ社が、現在のゆとり社である。明林小学校の校舎全面改築に合わせて、描かれたものであり、校舎春工開校120周年記念学校洋蘭明林に、その旨が記されている。2012年6月現在は、 通常の壁面になっている。この時期の聖域大将軍は徳川家重であり、1751年には仙台将軍徳川吉宗が死去している。またこの時期は終わり藩主徳川宗春の隠居禁止期間でもある。名古屋祭祭り社年代表の P181 には菊自動車の名で法歴11年に作られた旧住吉町の 若宮神社の祭り社が掲載されている。なお同票中の開廃有無の項は、はいとなっているが、名古屋市サイトに記述された条件に該当する出しは、他に、名古屋祭には記述されていない。2番長田組はカノコ神社での活動だけでなく、名古屋地区をはじめとする各地の祭りに支援に入っても、いる。2011年5月31日にはメーテレ、 アップにて2番長田組の特集、伝統の祭りを支える、男たち2番長田組が放送された。AB 出来町の3両の脱脂の本拠地はいずれも、出来町通りに沿っているが、中の説、東の説は、東区の中でも、中央本線より東側に位置する地域であり、太平洋戦争当時航空機製作などを行っていた三菱グループの工場群があった。やった。 広行地区に地理的に近いことから空襲の影響をより受けやすかった。西の切れは中央本線より西側であり、出来町地区の中でも少し距離を置いた位置にある。対照的に筒井町地区は名古屋市東区の中でも空襲の被害が比較的少なかった地区である。それぞれの位置関係については名古屋市公式サイト内東区出しマップを参照。 五両の出汁が揃うのは、他に、毎年10月に行われる、名古屋祭りや、東区区民祭りの出汁揃えがある。ありがとうございます。